はい、こんばんは、風来坊です。今日はね、今雨上がりですね。雨上がりで、港にねやってきて、ちょっとアジを狙いたいと思います。今満潮から下げですね。満潮から下げ、多分入っておれば、食ってくると思うんですけど、前回はね、スーパージャックでやってみたんですが、今回は、フラップイールですね。フラップイールのね、あのピンクからね、ちょっと今日はやってみたいと思います。さあ、いますかね。結構ね、雨が降りましたから濁ってますね。ジグヘッドはね、1.5号、ちょっとね重たいやつで、中層より下を狙ってみたいと思います。結構濁ってますね。はい、メバルが、メバルがね、ちっちゃいメバルが来ました。メバルが来ました。丸飲みですね。まだアジは姿を見せません。まあ気長にね、回遊待ちをねしないとね、来るときは一気に来ますからね。あ、これメバル、あ、メバルが売ってますね。ちっちゃいね、ベイトはね、なんか来てますので、群れが入ればね、回ってくればね、食ってくると思うんですけど、今ね、メバルがね、ちっちゃいメバルが湧いてるんですよ。あら、シラスブローにねちょっと変えてみたいと思います。で、0.6g ですね。ちょっと軽いやつでやってみたいと思います。でね、これ光らせてと、アジの姿が見えませんね。おお、ちっちゃいけどいましたね、アジ。はい、いました、1匹目です。よし、お、丸飲みですね。今日もピンクがいいんですかね。ね、はい、フラップイールですね。ムロピンクで今やってます。
今2本ともね、2匹とも足元でしたね。あー当たりますね。いますね。今 1.5 号ですから、ちょっと前回とね 1.2 号がいいかもしれないですね。サイズがねちょっとちっちゃいですからね、ギリギリ一つっぱり程度ですね。ではね、ちょっとね、グローピングの 1g に変えてみました。これでちょっとやってみます。濁ってるからね、ホールが早いとやっぱり見つけにくいかもしれないですね。来ましたね。これちょっと軽くして食うようになったですね。当たりますね。おいしきました。あ、抜けたか。よいしょ。はい、あ、これ肉厚ですね。あ、やべ、よいしょ。うあ、飲み込んでますね。ね、足元に寄ってますね。もうちょっとね、フラップイールの利点であるフラップでね、波動をつけてアピールをしてホールで壊すという感じですね。おう、サイズはいいですね。今日1じゃないですかこれ。おう、ね、肉厚のいい鮎が来ました。よし、今ね、ベイトがね集まってきたんですよ。だからやっぱベイトってウロウロしてますよね。ね、あ、なんとかね二方行きたいんですけどね。後が続かないですよね。久々来ましたね。よいしょ、よいしょ。これはちっちゃいですけどね。あー、なんとかね2桁行きたいんですけどね。1000
せっかくくぐったポイントが潰されてしまいました。またね、新しいねポイントを今作ってますけど、今日はちょっとねやっぱ群れが入ってないですね。ちょっとね船に囲まれてますからちょっとうるさいですね。はい、ということでね、なんとかね2桁は釣れました。渋かったですね。今日はねちょっと延長で3時間、まだまだねちょっと大きな群れは入ってないみたいですけど、まあ、そこそこのサイズがね、このくらい今釣れるみたいです。疲れました。明日仕事ですのでもうちょっと早めに帰って寝たいと思います。どうもお疲れ様でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また頑張ります。お疲れ様でした。ということでね、今回はね、まあ、風ライブからのお願いということで、港に行く場合は必ずライフジャケットをつける、持ってきたゴミは必ず持って帰る、プラス、まあね、少しでもいいですかね、周りのゴミを拾って帰るということで、皆様のご協力をお願いいたします。こんにちは、セイラです。これからも一生懸命釣りを頑張るので、チャンネル登録の方どうもよろしくお願いします。